社労士は社会をしっかり支えています。社会保険労務士法人イデア、いい出会いイデア、社労士イデアで検索。東高坂で検索。はい、3月30日放送分、坂上雄二のエンモーニング、本日のゲストは元サッカー選手で実業家の山田光平さんです。どうもいらっしゃいませ。こんにちは。こんにちはじゃないですね、これ。おはようございます。いやー、やっぱりその何サッカーやってる時から、はい、そういうキャラなわけ。そうですね、盛り上げ隊長でした。盛り上げ隊長。はい、ロッカールームです、うるさい子ずっとうるさくしてました。うわ、で、あの監督に嫌われてました。それってさ、はい、例えば代表的なチームで言ったら、はい、日本で一番いくつかね渡り歩いた中で、はい、どここの思い出って言うたらどこのチームの思い出がありますか。はい、そうですね、特にやっぱりビファーレン長崎か長野パルセロですかね。あ、本当。はい、その時ってその時もやっぱり盛り上げ隊長で、はい、その時もやっぱりちょっと監督には嫌われてた。あ、何回も呼び出してくれました。呼び出してくれちょっと愚痴言ってるのも違うコーチにチクられて、お前そんなん言ってたんかみたいな、何回も締められてました。それは笑いのネタとして呼ばれるのか、はい、本当に自分のねこのキャラを通してきてサッカー人生、はい、本当に指導者に僕嫌われてるわと思ったことある。いや、多分全チームの全監督に嫌われてましたね。へ、うん、なんでやろう。でも試合で結構それをプレーで黙らす自信があったんで、うん、そういう時嫌われながらも、うん、ほんまにチームを勝たしたい、なんですか、監督は出してくれてました。なんかね、僕もちょっとスポーツね、息子もまだやってるしね、携わって、ね、よく相談を受けるんよね。はい、だからちょっと今日本編に入る前やから、これ YouTube なんで長く喋れるんであれやけど、はい、スポーツってなんかこう、スポーツマンっていう割には結構理不尽な世界やと思わへん。いや、理不尽です。ね、はい、これね、本気でやった人じゃないと言えないけど、はい、あるよね。でも理不尽だらけですね。理不尽だらけよね、はい。で、それをなんかこう乗り越えた人間しか無理とか、はい、こんだけ優遇されてて、ってこいつはって思ったり、結構そことの葛藤はあるよね。めちゃくちゃあります。ね、だから本当に上手いとか上手くないとか、だから、すごくちっちゃい時に野球がうまかったりサッカーがうまかったりってしても、うん、意外にね、はい、大学とか社会人までってやらずに、はい、パッてやめちゃう人もいっぱいいるもんね。そう、多いですね、やっぱりそうやんね、うん、でそんな中で、まあ、俺から言ったら宝やと思うよこのキャラ、うん、このキャラそんな中明るく、はいはい、そしたらもうこっからはちょっとつなげていくけど、その、はい、今も商売もね、はい、されてて今はもう社長になられてるじゃないですか、はい、この明るいとか元気とか、はい、なんかこう原動力みたいななんかあるんですか。そうですね、まあやっぱり、まあ、会社を大きくしたいっていうのももちろんありますし、うんうん、まあいろんな人と関わるのが好きなんで、うん、そういうのも楽しいので、すぐ楽しいことしちゃうので、うん、それがもうすぐ行動しちゃうっていう感じですね。行動力ね。じゃあ今日はね、はい、本編では山田さんがやってるもうこの今ちょっとブレイクね、間違いなくブレイク中の魔法のキッチンのミニクレープのね、はい、話するんだけど、はい、経営者としてはどういう経営者で、どんなとこまで行きたいんですか。なんかイメージありますか。そうですね、うん、年商100億を目指してます。おお、はい、すごい。なんかあ、すいません、今のうちに株は買わしてもらおうとして、はい、本当にどうぞ、はい、あ、どうぞ、はい、いやなんかまあ結構綺麗事でなんかあるんですけど、うん、目標としてやっぱ年商100億っていうところを目指してます、うんうん、例えばね、はい、100億っていうのは僕らが社長になりたいって昔若い時に言った時は、うん、社長になりたいイコールめっちゃええ車乗りたいとか、はい、そんななんかこう形の見えるもんがあったんやけど、はい、100億になるっていうことは例えばどういうことですか。例えばすごいビルの自分のごっつ大きな社長室を持ちたいとか、はい、100億っていうイメージはどんなのなんですか。そうです、まあでもいい車乗りたいとかあるんですけど、うん、まあ面白いことをずっとしてて100億になったらいいかなっていう感じで、うん、なんかすごいところに事務所構えてとか、うん、そういう
願望はないですね。あ、っていうことは、あの、いろんな業態やって、はい、いろんなことに挑戦して、気づいたら売り上げはそれぐらいあって、もう、この世界でも、この世界でも、この業態にも、山田康平の名前があると。はい、康平で売ってたよな。合ってます。ね、山田康平という名前が社長として上がってくるっていうところに行きたいということね。じゃあその辺のことを本番で語っていきましょう。はい、お願いします。それでは皆さん、ぜひ聞いてください。